展望デッキ行こうぜ、トータスさん。タイタニックしようぜ。ニスマテラ来たー、しかもティラノサントだ。どこにしようかな。アーカイブ。何してんだ、飴屋さん。何してんだ、この人。開けてくれるの待ってたのか。あれからもできるんだ。40秒結構長いな。チャゲポエさん、いや僕トイレの一番右でこもって誰か驚かせてやろうと思ってたんですよ。はい。でも誰も来ないから寂しくなって出てったらチャゲポエさんがトイレの下の方で死んでました。何をしたの？え、でもトータスさんとチャゲポエさんが一緒にそっちの方に行ったのは見てます。僕トイレ入る前に。トイレってどこだっけ？右？な、どこ？右の。トイレのラウンジです。ラウンジ。リアクターの右側だね。トイレの下の方。貨物室の上。ラウンジと貨物室の間くらいでした。はい。トイレのタスク終わった後、順番で言うとチャゲプヨさんとアルマさんと、あと誰やったかな、サントスさんも見たな途中で。あの左のリアクター行くと最後にやったのがサントスさんとのリアクターの方から来られたと思うんですけど。うん。でその後うろうろ迷子になってたらリアクターが鳴ったんでリアクターの右側を押してたんですよずっと、うん、でその周りを千早さんがうろうろしてたかなって感じ。ほい、結構何直近ってことですかね。アルマさんいつ入ったんですか。どんぐらい入ってたんですか。トイレの中に20-30秒くらい入ってました。あ、じゃあ結構でしょってことは。ただ確かにトータスさんがキルするって、うん、なんていうんですか、僕がトイレに入る行動を予測してないとキルできないんですよ。僕がトイレ入る前に2人が下に行って行ったので、それこそトータスさん切っていた場合僕がすぐレポートしてトータスさんだってなるので、まあ、ちょっとそこは追いにくいかなとも思うんですけど、開幕だったら僕もトイレに30秒ぐらいこもってたんだけど。いや本当になんかめっちゃなんかセンターさんが前に来たから驚かしてやろうと思ってバーンって扉開けてやろたらセンターさんが入ってったから。あれセンターさんトイレいたっけ。トイレいたんだよ。まあアルトさんはまず多分絶対そっち側に行ってないと思っていて。行ってないですね。うん、で先端も電気室あたりで合流してメインホールエンジンルーム宿舎前通路ぐらいまで一緒にいるので無理で。サントさんってどっから来たんですか。私は、右のリアクターアーカイブでシャワー室ぐらいで合流してるからラウンジの方には入ってないです。ああ、アーカイブまでしか行ってない右は。マジでわかんない。これトイレ入ってるの見えんの。多分トータスさんは実施点やっぱ薄いと思うな。トータスさんが切ってたら絶対すぐ僕とロラになってると思うんで、うん、僕がトイレに入ったからそこんな混乱してるだけで。他の人はシンプルにアルマさんかトータスさんにいるんじゃない。逆にいや僕ロラ飲めないです。トータスさん白に見えない。あ、白に見えない。教えてほしいな。キッチン、ぐだらせるか。どこ行こうかな。こっから入れんのか。エンジンルーム。
ドア閉めは別個でき、ん？コーラス方式か。先にドア閉めした方がいいのか。カメラついてる。はい。はい。毎回笑ってんじゃねえかよ。いや、ごめんなさい。どうせトイレだろ。トイレ面白い、トイレで見た人はアルマさんとチャゲポヨさんとで、トイレから左へ行く途中でセンタンさんとサントさんに会ったからって感じです。あ、じゃあそこら辺の話、トイレから左へ行く時、うん、センタンさんはトイレの後何してたんですか。トイレぐらいです。トイレのあれで初期じゃない。一番最初じゃない。あ、ちなみに見えました、僕が入ってたの。あ、てか、あれ多分同期連れかな。なんか扉の前でさ、ノックしてて、ずっとメイヤさんが。あ、そうなの。え、誰か入ってんのって開けたら、なんかメイヤさんがゴって奥に入ってって開けてあげた、僕が。あ、そういうことか。俺もずっと中でセンターさんが来たからわーってやったんだよ。あ、そうだった。何やってんだこいつと思いながら。結局まだアリバイ喋ってない人。僕はトイレが終わった後にアーカイブに行き、アーカイブで千早さんとサントスさんがタスクをしてたかな。はい。で、その後にシャワー室メインホールっていったところでなったって感じですね。え、じゃあアルマトータスセンタンサントスの誰かってことですか。ぐらいちゃうかな。僕はでもサントスさんはでも左から来たからあんまりかな。あ、私トータスさん視点は私ができなくなるはず。僕、うん、ラウンジから行ってないですよ。あの右の方に、うん、かなりは初めの方っていうか電気室あたりであって一緒に行動してるから多分無理だと思います。千早さんも多分無理だと思う。情報の照らし合わせができんね。僕はそもそも武器庫の方に行ってるので全く分かりません。ちなみに今僕はセキュリティ見てから資料室に なんか4人ぐらいうわーっているのを確認してから資料室に向かいました。でその時リアクターが鳴ったんで誰かと一緒にギャップルーム行って直したところでなりました。ギャップルームってどこですか。昇降機の昇降機か。結構そこら辺にいた人多いからちょっと絞れないなこれ、ま、いやー意外とピンク黄緑のどう表が合ってる気もする。まあでも知らなくていいと思うんですけどそこかなと思っちゃいますけどね、うん、いやわかんないよマジで。でも実施点はトータスさんは薄いと思ってます。トータスさんは僕のセルフはあると思います。うん、うん、そもそもアルマさんを残して俺左側でサンドさんに合ってるんで僕釣られた方がいいまであるんだ。このマップでねセルフする必要ないなって思っちゃうんだ。確かにな。確かにそうだ。確かにな。人類あ、間違えた。ゴミ鳴らしちゃった。展望デッキ行こうぜ、トータスさん。タイタニックしようぜ。キルし放題やんけ、こんな。電気室やばいな。めっちゃ死んでる。あ、竹雄さん死んでんのか。やばいな。アルマさんあれ
来てなかったコミュニケーション。コミュニケーションは僕が直しました。その後は分からない。その時いましたよね、確か。その後、私が武器庫の方入っていって、武器庫から上の方に出てくるのは見てる。それ最終目的かもしれないけど。武器庫から上？あ、武器庫から上っていうか、そう、武器庫から通路の方に出ていってるアルマさんを見ているかな。え、本当に？俺、すれ違ってないぞ。俺、エンジンルームからサントスさんと、あの、なんだっけ、コミュニケーションサボタージュ向かってて、うん、で、それでアルマくん、僕そのまま武器庫入ったけど、多分アルマくんとすれ違ってないはずな気がする。あ、ほんと？あ、でもちょっとその後よ、時系列、多分すぐじゃなくて。その後武器庫から出てきたの俺やで、多分。担当さんの後ろついてた。エンジンルームの方。時系列がわかんない。じゃあ、ごめんなさい、ごめんなさい。じゃあ、私の一旦スルーしてください。いいです、いいです。ん？わからん。竹尾さん、多分最後見てんの僕かな。シャワー室近くですね。じゃあ、右ってことだね。千早さんそっちの方から来ませんけど、まあちょっと右ですけど。カモカ室の方に向かって、シャワー室、シャワー室は覗いてないけど、メインホール、シャワー室アーカイブって、向かってるから。閉店前です、竹尾さんは。だいぶ前。めっちゃ立ってますよね、停電してから。その時に、千早さんはカモ室に直してるから。アルマさん、武器庫から下へ先端と一緒に行かんかった？おってことは？いや違う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 、入ったのが一緒なんで、出るときは違う。俺も一緒に入った。いや違う、トータスさんが入ってて、そこに合流した形で、僕あとアルマさんがぶっこら、そっからバラバラ。あれがまあまあ、てか最終目的がサントスさんなら、まあ情報が新しい方が、うん、いや俺その後上出てサントスさんに会ってるんで、そこでアルマさんに会ってないよ俺。どこで会った？あ、トータスさん会ったって話。武器庫から上がってエンジンルームへ向かってましたね、サンタさん。その後ろです、僕。エンジンルームには向かって。エンジンルームじゃなかったでしたっけ？武器庫からエンジンの方行きませんでした？メインホールの方向かいません。分かった分かった分かった。オッケー。多分その後私武器庫入ってるんで、私とトータスさんの時系列の後に私がアルマさん見てることになる。ああ、最終的にってことね。あ、じゃあ武器庫方向行ってたってことか。あ、じゃあまあまあ、いや、最終も経験はそれなら。アルマさん、自分貨物室、診察室、電気室です。そう、電気ですれ違ってるんですよ。そうそう、最後電気でセンタさんともすれ違ってます。あ、センタもそこいるんだ。最後は今さ、最後ね、サントスハンバーガー作ってます。なんねえな。ややこしい。ドア閉めどくか。歩く音ではないのかこれ。定期的に音鳴るのか、この音は。ナイスボタン。あざっす。ナイスボタン。はい。もうちょっと情報が。千早さんと僕が貨物室、シャワー室のあの行き止まりのところで見合って出て、覚えてます？千早さん。覚えてますよ。ベートしたみたいなとこですか。その時後ろに竹尾さんいたんですよ。あ、そうなんですね。へー。そう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 。で、僕そのまんま竹尾さんを置いて電気室の方に向かっていった時にちょうど交差してるんですよね。はい。うん、千早さんと。で、多分千早さんそのまんまどっちに行ったのかな。メインホールの方に行ってるのかな。電気室からセキュリティの方に行こうとして、センターさんとすれ違って終わりました。はい。近か。あ、じゃあ千早さん視点だったら結構先端さんが怪しくなるんじゃない？そこで竹尾さんが後ろにいたっていう証拠が正しい。いや、セキュリティの方から来てるんだったら、サントさんが、キッチンですれ違ったのを証明してくれるから、あの僕がやるんだったらキッチンから飛んでシャワーの方まで行かなきゃいけなくて、で戻ってセキュリティ方向から千早さんとすれ違わないといけないから。あ、センターさんキッチン、あ、でも私キッチンいた情報はあってるけど、私ごめん、ハンバーガー作ってるから見えてない。いたから。いや、普通にめっちゃ歩いてたよ、サンタさん。まあ、まあ、いいや。あ、本当。あ、でも一話あってるけど。これメインホールと電気室つながってます？つながってます。僕そっから降りてきてるんで。あー、あ、じゃあすいません、センターさんがセキュリティの方から来たっていうのはちょっとわかんないです、自分は。少なくとも電気室ですれ違ってます。まあ、時間的に多分アルトさんとも合うかな、それだと。うん。アルトさんを、とクロスして、多分、
竹雄さんやりに行かなきゃ、あれとその後ろ側ってことでしょ、シャワー室の方向でしょ、だから、うん、僕はシャワー室に残してきてるので、めっちゃスーパーキルして戻って千早さんとすれ違わないといけないから、誰が今その辺で証言がないんだ、メイヤさんとか寺蔵さんがそっち方面ぐらいにいたんだっけ、シャワー室通ったよ、俺は左、キッコーの左か、こっち貨物室、うん、停電メイヤさんどの辺、だから俺はコミューサボの時にサントスさんの後ろエンジンルームでついていき、で武器庫に入って、武器庫でタスクをやってなっ、キッチンのゴミ捨てのタスクをやった時にプーってなったって感じかな。アルバさんの最終目的左なんでしょ、左、僕がシャワーだから竹雄さんが寺澤さんどこ、サントスさんと武器庫の上ら辺ですれ違った後っていうか、俺が通信室に最後まで残ってて、その後、エンジンルーム、メインホール、シャワー室、アーカイブ、ラウンジ、貨物室で、停電直してるよってさっきから。可能な位置とか。貨物室、うん、可能な位置ではあるけど、誰とも会ってない、あの、サントスさんとはぐれてからは。貨物室か。なるほど。意表も入っちゃうか。ちょっと怖いな、これ。誰とも会わなかったがさ、余裕であり得るから難しいよね。何が一番時間稼げるんだろう。リアクターかな。つながす。これキルクールがさ消費されちゃうの嫌だな、たまんないのが。到達さんの白が確実に拾える状態で、時間を少し経ってからキルが起きてたら結構絞れるかなと思ってこのタイミングで押しました。はい、右側直したテラゾ、あ、そうだよ、なんで乗っていったんやと思う。ごめんなさい、宮さんのその白って何の話ですか。あ、到達さんと多分ほぼ開幕キルクルが開けたぐらいからはもうずっと一緒にいて、ミーティングルームにずっと一緒にいたんですよ。ミーティングルームのタスクを多分2人で一緒にやってて、で、トータスさんが多分インポスターだったら俺普通に殺されるんじゃないかなっていうのもあるし、あとこのタイミングでトータスさんが僕をキルせずにキルが起きてる場合はトータスさんじゃない人間、ああ拾えるかなと思ってって話ね、絞れるからっていう話、だから確定とかじゃなくてって話ね。はい、あのタスク終わりました。はよ、ナイス。はやな。ちなみに左側直したもトータスです。あと2つぐらいかな。うん、トータスさん直してくれてた。いや、わかんねえなあ。でも開幕のキルってポータスさんか先端さんかサントスさんみたいな話だったっけ。俺はサントスさん無理やと思うから、あ、私は恥じて終わった気がする。でも寺堂さんが勝利してくるから僕が無理なの。そうだね、俺視点はアルトさんか先端さんは無理だっていう感じ。俺視点はわからない、寺堂さんと左で最初いただけだから、うん、わかんないと思う、うん。ポータスさんかアルバさんが近くて、あとは全くどこにも見られてない人がワンチャンできるみたいな結論じゃなかった。違う、いや分からん。先端は見たけどその後俺知らんので、左側でサントスさんに会うまでの間は分からんので、俺は先端は容疑者の中には入ってるっていうか、僕目線千早さんってずっとアーカイブでタスクやってたから無理なんですよ。だからメイヤ千早の二郎かトータスサントスの二郎か、テラゾー先端の二郎とかになるんじゃない。アルトさんだけだよね今ライン繋がってない。僕は誰ともラインが繋がってない。あ、でもそうか、そういるのか、そしたら違うな関係結局そう、友達おらんみたいな言い方して、わかんねえな。伝説を見ましょうね。最初のやつに関してはわかんない。最初のやつやったのってそこが二郎繋がってなければ、アルトさんが単品またはどっかが二郎がかばやってるってぐらい。そう、ただ僕のことは絶対無理だって。僕のことは寺蔵さんがキッチン、あれじゃない、サントさん目線到達さんできないって話ではないでしょ。ないないない、そう一方通行でしょ。そこは初っ端から疑ってよ到達さんは、うん、じゃあそっか、難しいな。ただ僕は竹雄さんのキルに関しては結構絞れそうな気はするけど、ね、あ、そう、私もそこが一番絞れるかなって賛成。お、寺蔵さんめっちゃ釣れそう。危ねえ。あ、私スキップ入れた。危ないんだけど、ってか俺がスキップ入れてね
あぶね、スキップしればよかった。で、決め切った方がいいな。太田さんは殺しちゃダメだな。何してんの？苦手なのか？この間も切りくれたもんね。ベントゲスとかった。さあどうしよう。切り捨てくれてない。あ、そう、そう。よかったらどうぞ。あ、ごめんなさい。いや、私ボタンを押したと押してないと思ったのに押す位置にずっといたんで、もうキルクール的に一回リフレッシュしたいと思ったんでって感じです。なんか拡張的なと見たの、うんうん、見たとかじゃないです。あ、了解です。ありがとうございます。いいと。リアクターメイヤさん逆が言ってくれたと思ったんだけど。いや、違う。ね、僕が行こうとしたらトータスさん、アルトさん、テラゾ、じゃあテラゾーさん、アルトさん、トータスさんの3人とすれ違ったんですよ。ああ、うん。だから。ワンチャン大丈夫なのかなと思って、向こう側に人が行ってるのを確認してるのかなと思って、こっちでダブルキルとか起きたらやだなと思ってきたって感じ。ああ、ずっとで逆側も最後見に行ってる。しっかりずっと番号を押してるのに永遠になったから右だけ直ってたと思います。ずっと1位がずっとついてた、うん、みんな遅れて左に行ったけど、そのタイミングで千早さんさんとすさんが多分左側直してたんでね。さっす千早さんだと、私はずっとねボタンと勘違いして永遠にミーティングルームで待機してる、さすがにやばいかなって思ってでも実はボタンなかったみたいな感じ。すいません。あ、なるほどね、そういうことか。ごめん、ちょっと理解しない部分があって、リアクターの仕様が。ちなみに時間あるなら表を洗いません？僕オートスキップ、あの僕テラゾーさんに入れてる。僕トータスさんに入れた。アルトとかですね。ちはや入ってなければ、多分5票しか入ってない。5票でしたね。5票。テラノさんとちはやさんが食べてた。アルトさんが言ってたそのシャワー室で竹を見たのっていうのはどれくらいの前の話なの？停電直前ぐらいですね。停電直前。で、停電してる時にちはやさんと電気室で会ってますね。そうっす。うん。あ。で、結局、あれ何でしたっけ、アルマさんの話は結局、サントスさんの話は時系列は合ってて、トータスさんが右に行ったタイミングで、サントスさんが下に、武器庫の方に行き、そこで上に行くアルマさんを見たんでしたっけ。そうそうそう。で、その後ろに一応、メイヤーさんがいるっていう話であるから、メイヤーさんが見えてないのかなっていう気がするけど。アルマくんもでしょ、うん、武器庫から出てきてないと思うよ、アルマくんは。じゃあ武器庫で死んでるってこと？そのまま。いや、わかんないけど、武器庫で中で僕はキッチンまでは行けてる、右のルートを通って。で、キッチンのゴミフルタスクでやってるから。ちなみに、寺蔵さんに入れてる人って、武雄さん殺害で入れてるって感じ。ああ、そうだね。なるほど。うん、多分そうなんだと思う。僕ですよ、マジで。俺以外にできる人いないのかな、そこ。これでも、もう決め口になっちゃうから。わかんなすぎる。これ、このままだとやばい。気がする。あと一人を押したら思考で決めきるしかねえ。早くリスポーンしないと。そこのドア閉めが厄介すぎる。
コメント貼りたい。黒の死体がエレクトリカルのちょい右、診察室のアップロードのとこかな。黒の死体アップロードってどの辺ですかね。ね、多分バイタルの真上ぐらい。真上。真上。はい。アルコさんが。で、私は左下で外に出てアップロードしてるところからそっちに向かって死体を見つけたっていう順路です。外に向かってアップロードって、あ、堤防デッキですね。一番左下がアップロードの位置なんですけど、そこからアップロードをして右下のル下をぐるーっと曲がって右に行ってある順路で、誰ともすれ違わずアルトさんを発見って感じ。ん？俺とすれ違ってないのそれって？え？俺診察室通って電気室セキュリティって来て、セキュリティでカメラ見て金庫室前にいる千早さんを見てるんだけど、だから千早さんは絶対できないと思っていて、あ、1個あるのはごめんなさい、エレクトリカルの道で迷って変なとこ挟まってたりしたんで、多分その間に抜けて寺蔵さんが抜けてる可能性はある。なるほど、まためちゃめちゃ怪しい位置にいたな俺。そうなると、ちょっとこれまどのキルに絞るかですよね。あと1個いいですか。あ、ごめんなさい、私まだタスク終わってないです。これでもサントスさんのこのレポートってめちゃくちゃ白いと思ってて、もう僕サントスさんほぼ白で置けるんじゃないかなって思っちゃうんだけど、だってニロいるわけじゃん絶対。サントスさんインポスだったらこれレポートする必要ないと思うんだよね、俺もないと思うから。サントスさんはあんま疑ってないけど、どうしてすれ違わなかったんだろうっていうのだけ疑問に思っただけ。あ、多分セキュリティ迷子の時だと思う、変なところ。わかんねえ。俺竹雄さんキルに考えるしかないんじゃないですか。そしたら寺蔵さんしかない。それ以外のアリバイを出してほしくて、千早さんは絶対違うんだよ。到達先端名屋のアリバイを出してほしい。今の状況。名屋さんとストータスは左側のコックピット側にいたことから、その3人は無理だ、うん、はい、そうですね、すれ違いましたね。で、最後、もう一回千早さん、金庫して見てるから。ってなると、ってなっちゃうんだよね。ほぼずっと名屋さんとは一緒におった気がする。うん、これね、多分今日俺釣れると思うんだけど、ボタンを押せると思うんだよね。残っている人、残ってる人で、インポスター残っちゃうことになるから。やしたっけな。サントス使ってます。サントス使ってる。メヤも使ってる。シハヤも使ってます。俺も使ってるんよね。あれ全員使ってる。タスクドが使ってないから。メヤ使ってます。あ、僕使ってないけど。もう一回頑張ってボタン押してください。とりあえず行ってみろ。感動。こうせんのこれ。あ、ナイスナイス。押せた。え、押せたね。押せた。え、これ釣らないのもまあまあありだと思ってた。思います。それ以外容疑者がない状態でアルトさんがしかもそれを証言してたから、うん、アルトさんか寺蔵さんみたいなタイミング。感じだったわけじゃないですか。そうっす、そうっす。で結局アルトさん殺されてるから寺蔵さんはほぼあれなんじゃないかなって思ってるのと、うん、あと初手のその誰だっけ、初手は、チャゲポーさんか。チャゲポーさんキルが俺か先端やと思う。あと残るわ、うん、で僕は千谷さんが絶対無理だと思うのね。そうか、ちょっと僕自分の話でいっぱいあったけど、寺蔵さんってそれまでの行動って言ってなくない？電気室あたりで、あ、確かに、まあ、そう合流したって言ってたけど、そう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 。で寺蔵さんして先端さんが無理って話をしてたかな。うん、そう、なんかもうそうだな、なんか冷静に考えたら一方通行の情報だった。
これでもタスクでいけんじゃないですか。あ、でこれちなみにすみません、相手まず言わないですけど、タスクまだ終わってない人って誰います？相手まだ、ごめんなさい、どういうこと？相手まだ、あ、私のタスク状況を、あ、今消化したんですけども、まず私が終わったか終わってないか言う前に他の人ってどうですか？僕は終わってないです。僕終わってないです。じゃあ早タスク終わってます。僕はもう随分前に終わったと。メイヤ終わってるわ、終わってます。終わってないです。メイヤさん終わってるムーブやと思う。終わってる終わってる。じゃあ私とセンターさんだけでいい？うん、あ、であったら、センターさんも白だと思ってる。私タスク残1なんですよ。でメモリ的に残1よりも多く残ってると思ってるので絶対ありますね。はい、うん、なんでセンターさんこれで白くなったかな。うん、オッケー。自分よかったらリアクターの右直しましょうか。じゃあ僕トイレの中に入ってます。なんで？待てよ。初手キルがチャギポエさん割と俺は先端が黒く見てるんよね。うん、俺も先端さんかと思ったけど、でもタスクの量、でもタスクの量の話したら、いやでもね、トータスさんタスクボード早すぎないとちょっと思っちゃったね。いやでもトータスさんがインポスターだったら俺確実に殺されてると思うんだよね。うん、なんかね、2人で黒い部屋とか入ってついてきてくれたりして、一緒に死体探しをしてました。死体探ししてたから。でもトータスさんとメイヤーさんがもし二郎だったらそれって。だとしたらもう。さっきもたサボタージュの話しますけど、あ、トータスメイヤーか。いや、トータスメイヤー二郎の場合ってコックピットにだから2人で左にいるんだって。そうそう、無理じゃない。でそれを先端が見てるから左から来るの。サントさんと先端さん30秒でタスクを終わらせてください。お願いします。39秒でも大丈夫。あ、39秒。そうだね。お願いいたします。はい、サントど真ん中から行くしかねえよな。わしめてくり。殺せないからな。早っ。あ、素晴らしい。ナイス。早っ。ナイスナイス。あ、先端セラゾーやん。タスクはアルトさんでした、ね。いや、すまん。あのね、サントスさんがね、電気室で迷ってたせいでサントさんをキルできなかったんだよね。そう、あれ神回避。神回避。スーパー回避で迷ったおかげで神回避。センさんがアルトさんを殺してるのを発見しちゃって、あ、ここでこれ来た人間を殺そうと思ってて、まあセンさんが向こう側に行ったから、どっちにしろセンさん見られたらセンさんが容疑者に上がっちゃうから、俺は逆方向に向かおうと思って、電気室側行ったんだけど。あの全然すれ違わなくて、あ、すれ違わねえ。全然。いや本当に迷ってました。そう、マジで神回避でした。すげえ。どこから通報したんだと思って。そう、サントスさんが行き止まりにいる間に寺蔵さんが抜けてったっていう。うん、すごいね。そう、すごいな。いや、分からんわマジ。これパニックになるわ。全然分かんなかった。ワイドが。いやでも割とあれ。メイヤーさんとリスポン1まで仲良かったな。た、ね、初めていい勝負になってました。確かに。何があれだって扉閉められたら扉開けるのクソ大変なんだよ。毎回俺がやる前にプシュッて誰か開けてくれるから。あれインポスターも結構めんどくさいんですよね。キルクルがたまんないからあれやってるとか。結局寺さんちょっと冤罪気味でつっちゃった。ほぼ全部。あ、結局トイレ誰だったの？行った方がいいというか、もうあそこ見つかったから、センターに疑いがかかる前に、俺が死んだ方がいいなって思った。はい、申し訳ない。トイレが僕で、竹雄さんが寺さんが、で、アルマさんと、あと、アルトさんが僕かな。うん、